こんにちは、イマジンハート研究所のなおじいです。ですね、アマゾンのですね、ファイヤー HD10 買っちゃいました。もらい物のね、電池が切れかかってる、タブレットあるんですけど、それを使ってですね、 YouTube をお袋に見せたんですけど、かなりですね、美空ひばり好きだったもんですからね、それやったら結構ね、地方だったんですけど、だいぶね、ちょっとね、踊り出したりとかですね、歌い始めたりとかですねして、非常に好調だったんですよ。それとまあお袋がね、それをYouTube 見てる間ね、僕別の仕事ができたんでね、ありがたいなと思って使ってたらですね、ついにね電池がダメになってつかなくなっちゃったと。で、昨日ですね、実は電池を使わないね、内蔵のリチウムイオン電池を使わないでやろうと思ったらですね、なかなかうまくいかないでですね、まあやる方法あるみたいですけどね、バッテリー、ウィズアウトバッテリーとかつってですね、バッテリーを使わないで動作させる方法っていうのはあるみたいですけど、実はね、昔はね、バッテリー取るだけでですね、外から給電すればですね、使えたんですけど、どうも最近のやつはですね、安全のためなのか、バッテリーの状態をチェックしてですね、どうもね、バッテリーが入ってないと動かないということですね。ただいろんな動画で、バッテリーなしで動かすことができそうなんで、またそれはね、やってうまくいったらですね、紹介したいと思いますけれども、その情報はね、日本語サイトではほとんどなかったんですよ。海外のね、発信者の資料なんですけど、大体分かったんで、今度また試してみたいと思いますけれども、まあちょっと前置きが長くなってしまったんですけどね、タブレットってね、もともと新品で買ったこと全くなかったんですよね。もらって使ったりとかしてたんですけれども、かなりね、このね、人気があるみたいですね。相当人気があるみたいです。いろんなね、レビューとかも あったりしますんで、はい、これ開けてみますね。こうなっていまして、これで1万5000円ちょっとぐらいかな。はい、だからタブレットとしてはね、非常に安いですね。中古を買うよりもね、新品買った方がこの辺がいいかなと。あとバッテリーがね、なくなったりするんでね、いずれこれもね、バッテリーとか、まあ何年もが経って、ダメになったらですね、バッテリーレスで使うように改造したいと思うんですけれども、バッテリーもいいんですけどね、バッテリーね、数年、まあせいぜい5年ぐらいするとですね、ダメになっちゃってですね、うまく飛ばしてみますね。まあレビューはね、いろんな人がね、やってるんでね、特にね、変わったことしないですけどね、報告というか、YouTube ブログ代わりに使ってますんでね、はい、ですね、ここにカメラついてるのかな、あとここにカメラついてますね。なんかね、以前はね、この縦に使う形でカメラがここについてたらしいんですけれども、新しいやつはこの横につくようになってるらしいですね。はい、まあ変哲もない。ただあと古いのはここの枠の部分が、結構ね、厚かったらしいんですけれども、これ動くのかな、全然動かし方わかんないんで、どっかこの辺かな、これだな、多分な、あれ電池ないのか。まあとりあえず充電してみましょう。はい、これとこれじゃないな、そうなりますね。はい、ありました。これでよいしょ、どうすかね、どうすかね、
充電器はですね、書いてないな、段ボールとか、どこだ、アウトプット、5.2V の 1.8 アンペアってなってますね。コンセントに挿して、どこだ、あ、出た出ましたね、あ、アマゾンで出ましたね。これ充電してるのかな、充電ランプがつかないのかな、あ、なんかありましたね。これ縦にならない。こうか。はい、こんな画面。うん、初めて。日本語。日本語で OK。Wi-Fi の設定ですね。どこだっけな、これでいいんだけど、これで、パスワードを表示しましたね。ちょっと待って。はい、ネットワークのね、Wi-Fi のパスワードを入れましたら出てきましたね。サイン、あ、これ、パスワード、あ、これもサインしなくちゃいけないのかな。Amazon のパスワード入力って書いてありますね。ちょっと待ってくださいね。これもまた。はい、なんかね、パスワードね、Amazon のパスワード入力したら、出ましたね。アレクサに話しかけるだけで音楽の再生、通話、ニュースや電車の運行状況のチェックなどいろいろなことができます。はい、なんかいろんなことができるらしいです。アレクサを使うには、はい、アレクサと話しかけてください。で、これはいいと、アレクサ、今日の天気は、もういいんですけれども、今日の天気は晴れです。これでいいか、最高気温は25度、最低気温は19度。もう分かりましたけれども、終わりにできないの、これ。ちょっと待って、やばい。アレクサ、アクション映画を探して、こちらができるので、ビデオの。あ、これいい。あとで、どうしよう。あとは、ロック画面。なんかロック画面の設定、これ後でしょね、ね、はい、こんな感じでね、これはこれ縦にとかどうする、どうやってやるんだ、これなんだこれ、どうするのこれって本当に分かんない、次にする、これはいい、お、無料のアプリやゲームをダウンロード、無料のアプリはいいんだけどね、とりあえずね、 YouTube 使いたいんだけど、 YouTube のアプリがね、なんか Amazon ではないみたいなんですよね。だからGoogle Play をですね、入力するっていうことなんですけれども、とりあえずこれでいいと、よし、こんにちは、お、はい、はい、音声だけでアプリを開いたり、いいよ、したり、どこ、デバイス全然わからない使い方はわかんないよ、デバイス、ホームポジションってどこなんだ、わかんない、本当わかんない、これなんだ、アプリ情報、これかな、アプリ情報、あ、違うな、本当わからん、これは、どうする、
うすればいいの？これは電源？ホームページ？あ、横になった。アプリデバイスを管理。おっと、なんだ。よくわかんないな。これは？見て。アプリ？ですね。あ、わかんない。わかんない、わかんない。はい、わかりません。わかりません。使ったことないんでね。アマゾンファイア、わかんない。困ったな。これは、こっちかな。これでできる？あれ違うな。ブラウザーどこでやるんだ。ブラウザーはないの？あれ違うな。あれわかりません。後でですねやりたいと思います。はい、ということでですね、買ったはいいんですけどね、全く使い方がわからないんでね、ちょっとねいろいろ勉強しなくちゃいけないと思います。はい、ということでね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。本当にね、タブレットって僕苦手なんですよね。パソコンはいいんですけどもね、タブレットとかね、スマホもね、ほとんどね苦手です。はい、ということでね、チャンネル登録をお願いします。なんだって感じですけどね。はい、ごめんなさいですね、こんなレポートになってしまいました。なんか全然ね、レポートにならなかったですけどね。はい、ということで、はい、失礼します。どうも。はい、ですね、追加なんですけれども、やっとですね、なんかわけわかんないうちになんか設定みたいなのができましたんでね、これアレクサに聞いてみますね。アレクサ、今日の天気は？稲城市は曇りでところどころ晴れ、気温は摂氏12度です。今日は概ね晴れで、予想最高気温は12度、予想最低気温は5度です。お、なんか出てきましたね。アレクサ、近くのラーメン屋さんを教えてください。ここから近いレストランは、お、なんかできてますね。そしてですね、ブラウザ、これ、YouTube ね、YouTube、ありました、YouTube。はい、これでですね、これで一応ね、これで、美空ひばり、あれ？これ、英語？違うな。英語文字、これ日本語入力にならないの？違うな。あ、かな、ここかな。あ、ひらがな漢字、いいんですよ、入力ね。いや、そう、ひらがな、このみ、あ、できた。みそら、ひばり、ありましたね。あれ、あ、違う、これ YouTube じゃねえ、これ間違えた、これ YouTube じゃないじゃん。これ戻るのはどうすんだ。戻るの、これは戻る、わかんない。まあいいや。 YouTube ホーム、あ、ここは違うの、こっちだ、あれ違うな、あれ検索、 YouTube のこと、こっか。みそ
ら、ゆばり、あった、こっちだ。ありましたね。一応ね、はい。あったちょっと、なんか。広告だ。中国これで、よし。ね。あ、これでいいや、これで。はい、ということでですね、まだまだね、これ、Android もね、あんまり使ったことないんで、わからないんでね、これからちょっと使っていきたいと思います。よし。よし。はい、ということで、どうもありがとうございました。まあ、これからね、使っていきますんで。はい、どうもありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。失礼します。